ちょっと待って、寒すぎ、ね、あの寒すぎやから。ちょっとね、スリッパを履きました。寒すぎてやば。じゃあ今日もね、だるま、だるまちゃんはてるてる坊主を作るんですけど、あ、皆さん昼夜ありがとうございました。昨日ありがとう。昨日はね、ほのぴの生誕だったんですけど、どうでしたか？あみはね、去年のほのぴの生誕も一緒にできて、また今年も一緒にお祝いできてよかったです。それでおすおす、おはよう。だから、はい、なのでね、また来年も一緒にお祝いできたらいいなと思いますね。昨日は声ありがとうね。ありがとう、ありがとうございました。あげ最高で、みんな内股になってましたんで、そうそう、そんなに面白いギャグを言うののところでな、みんなギャグしてました。あみちゃん、おはようございます。昨日は今夜ありがとう、2週間連続やったの嬉しかったな。ほんまにありがとう、ありがとうございます。皆さん気をつけて帰ってね。昨日生誕祭最前列で見れてるって、おーすごい。あみちゃん、おはよう。じゃあ作りますね。昨日ね、作った、あ、取れてる、ギオピとホノピーがね、まだ貼れてないんですけど、だから一緒に貼ろうと思うんですけど、見て、これリオピー帽子付け出しました。マリオの帽子をイメージしたんですけどね、ちょっとなんか、あ、なんやろね、なんやろ分からんけど、マリオの帽子に見えるかどうかって言われたらちょっと怪しいところです。ではほのび前髪です。じゃあちょっと今日はじゃーん、この色とちょっとさっき折りかけ折ってて、折ろうかと思ったんですけど時間がなくてやめて、ちょっと折り目がついてるんですけど、今日はね、こよたんとあと、さゆきちゃんを作りたいと思います。イエーイ、作りましたから、今から、そう、こよたんとさゆきちゃんです。眠って書かないとやんな、やっぱそうですよね、この真ん中に書かないとですよね。なぜ書きますね、うん、じゃあ折ります。まずはコヨタの方から折りますね。もうね、これめっちゃ折り方簡単だから覚えましたよ。あとね、これね、気をつけんとあかんのが、色付きにするときに、体つくときは裏表逆で作ってください。じゃないと見えなくなるんで失敗しちゃうからね。おはよう、チカパさえ晴れるといいですねってな、ほんま、もうな、でもなんかちょっと怪しいんやろ、もう今の天気で、なんか今近時点でも、あ、夜から雨が降るんじゃない、その日言ってて、雨たちが夜の出番やからちょっと心配ですね、怖いですけど、まあでも、そのそれが晴れるために追ってるから、皆さん願っといてな、マジで。でも急きみんな今てるてる坊主作ってるって言ってたから、これで雨降っても雨の責任じゃない。そう、みんな追ってるからね、個数が足りんかったと思っとくわ。
に、おはよう。雨降ったらミソラのせいらしいねって。え、そうなん、なんでミソラちゃん雨女なの？今のところ雨マークはなくなってね、降水確率 40% で消えて、 40% は怖いな。でも結構あ、でもなやみちゃんも雨って言ってたわ、雨女って言ってましたね。雨は勝手に自分的に晴れやと思ってます。勝手にね、晴れやと思ってるんですよ。でもなんかね、あやみちゃんが言ってたけど、あやみちゃんの雨が強すぎて、あみとあやみちゃんで遊びに行った時は大体雨降るんですよ。できた、じゃーん、こんな感じですね。はい、こよたんです。これがちょっと顔は後で描くとして、次さゆきちゃんとりあえず作りたいと思います。まだね、どうしよう、緑を顔にするか赤を顔にするか悩みますよね。どうしよう、昨日の昼公演みたいなと思って見ていたらみそらちゃんだった。えでもね、身長が伸びたから結構同じぐらいですよね。でもね、でもね、横に並んだらまだ網の方が小さいんですよ。逆さまにするとバドミントンの羽みたいで、ああ確かに確かに緑かなって、ああ緑ね。まだね、赤も緑も顔に使われてないんです。ほのぴーがね、赤体に使ってるから別に被らせたくないから、まあ赤の方がいいかな。顔どうやろう、どうしよう。そういう雨やのうで雨が多いんやったね。そうなんですよね。ちょっと一回言うと見ますね。あ、昨日の1位の方がガンとあかんですね。はい、ビロビロさん、日高浩二さん、継続は力のりさん、コチーさん、コソモライトさん、まんじゅうろうさん、ナチュラルさん、マボさん、鉄メガネさん、サンキュー BM さん、まふみさん、りょうちさん、あ、やばいやばい、まさやかさん、ハスキーさん、きっぺいさん、サンキュー BM さん、りさちゃん、よしさん、まさやかさん、ナチュラルさん、ひろゆきさん、ちゃんしもさん、 SIC さん、まぼさん、もんじさん、こにたん、たくさん、ひろ、間違えた、ビロビロさん、あんなちゃん、てつめがねさん、かにさん、まぼさん、てっちゃん、ナチュラルさん、オレンジさん、あっすーさん、ゴリックマさん、まゆさん、ぐるさん、こにたん、まゆさん、ジョエルさん、マッコンさん、まぼさん、ナチュラルさん、りんごちゃん、おうみさん、りょうじさん、てっちゃん、たかひでさん、ありがとう、ゆうと、ありがとうございます。顔赤、じゃあそうだな、じゃあ赤にしたいと思います。じゃあ赤で作りますね。なんかやっぱ休み早いですよね。そういえばね、明日かな、明日ぐらいにテストが返ってくる予定です。やばくない、ドキドキですね。アミはね、ちょっと今回はむずかったむずかったな。テストって何点取れたらいいんですか？なんかテストの平均点が50点ないテストはテストが成り立ってないっていうのを聞いたことがあるんですけど、普通にね50取れへんのはテストの問題が良くないみたいなの聞いたことあるけど、何点取れたらいいんですか？50以上、平均点以上とかですか？分からんですな。これはテストもう帰ってくる、そうやって早いよな。
でもあれやな、学期末やからきっと早川さんとって感じですかね。さあどうなるかな。皆さん、あ、ここのねハートがね白い方はね押してねフォローしてください、お願いします。みんなおはようヨーグルト、ヨーグルト。やばいな、ほんま。そんなに一回物を折り出すとね、あのこういうの好きなんですね、アミめっちゃ折り紙とか。だから何ですか、集中しちゃうんですよ。やばいよね。あ、そう、昨日ねコアラのマーチを食べてたんですけど、そしたらね、美咲さん、美咲って名前と、あとゆうみさんと池田天ちゃんの名字が当たりました。美咲さんとね、ゆうみさんと池田が当たった。ていうかね、あれなんかさ、日本、あ、なんていう、ひらがなだけと思ってたんですよ、名前が書いてあるやつ。やけどなんかね、カタカナでリックとか出てきた。ほのぴーもなんかね変わった名前出てましたよ。すごいよな、びっくりしました。じゃーん、これだ。じゃあくっつけます。あ、その前に顔の方がいいか。名字も出るね、名字も出んで。なんかね、アミっていう字はあるけどね、宮本って字はないみたいです。ないらしいです。皆さんの名字あるかな、名前とか。最近転校してないのでって、あー、じゃあ頑張ります。あれは5教科で400で目指したって、賢いな、すごい。うん、もうテスト終わったから春休みもあるし余裕ねって。そうですね、そう、網はあるね、網はあるけど全かった。何種類あるか公表されてないので、されてます、されてますよ。だから皆さん見てみてくださいね。ワイの名前あるはずやねん、出なかったって。あ、一回なんかね、一覧みたいなの書いてあるから、コアラの街の。だから見てみて、それで中に入ってたらいつか出る。いつかね。じゃあちょっと顔描きます。なんやろ、この子のさゆきちゃんって、なんかなんやろ、なんかそのありますか。ほのぴーやったら前髪みたいな感じでさ、なんやろ。はい、今日はめっちゃあくびが出ますね。眠たい。だから今日はね、めっちゃ起こされましたよ、起きれんくて。でも苦になってる前髪やって、あー、ほのぴーな、コリア涙袋やって。確かに特徴難しいよな、わかりますよ。眩しくなってきた。なんやろう、わからんですね、なんでしょう。でも神的にこうやったんはなんかめっちゃでかい目なんですけど、でもさ、絵描くってなったらでかい目って描きにくくないですか、むずくない。どうやってでかい目を表現したらいいんやろみたいな。さゆきちゃん覚えしかない、わかる。さゆきちゃんはな、なんていうの、絵に描くのむずいよな。そのまとめ役とかもさ、人をまとめるのが上手やけどさ、どうやってその絵にまとめるのを表現するみたいな。あみね、
あのね、さゆきちゃんね、よくあの食べ物を食べてるんですけど、なんか食べてるさゆきちゃんめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ可愛いんよ。さゆきちゃん歯出して笑ってるイメージ。ああ確かに、ずっとニコニコしてるよな。じゃあそれをかけます。コヨタンは何やろ、コヨタンは何やろな。もうチュマくんや言われてるイメージしかないねん。イメージ、なんかイメージって何なんですかね。むずいな。イメージ、イメージって何やろな。コヨタン何やろ。あ、猫、あ、生やしとくじゃん、ヒゲとか。ここに。ちょっと猫にしとくわ。こうやったんじゃ、こんな感じ。え、いいですよね。もうこれでまあまあわかりますかね。じゃあじゃーん、いいじゃん、ありがとう。じゃあこれをくっつけていきたいと思います。やばい、腕痛い。なんか筋肉痛とかじゃないねん、絶対寝方が悪いんですよ。これ後でまとめて一緒に貼っておきます。あ、さゆきちゃんの顔はこんな感じです。ニコニコに笑っておきましょう。こういったのこれかわいいね。なんかもうちょっとどうしたらさゆきちゃんかわいくなるかな。なんやろ、むずいな。装飾なあ。おはようございます、さゆきちゃん。何がこう、皆さんなんかニコニコ笑顔以外なんかそのつけれる系であったら教えてください。うまく描けそうってね。じゃあね、ちょっと先にお絵描きをします。今日の1位のまふみさんと昨日の1位ちょっと覚えてんねんけど、1正解でした、合ってました。コスモライトさんです。コスモライトさんとお願いします。コスモライトさんとまふみさん、何かあげますか。アバターであって OK。 じゃあまずまふみさんのアバターを書きますね。はい、書きます。あ、かわいい、お茶飲んでる。なんか寒そうやな。かけたで、かけました。じゃあまずまふみさん、じゃじゃじゃん、入ってきた。じゃん、どうですか。はい、こんな感じです。いい感じ。はい、じゃあパンダ、はい、パンダ、ありがとう。それでは次はクソモライトさん、何やろ、書いてるかな。あ、まだやな。ユニバのグッズつけとくとかどうやって、あー、いいかも。何やろ、ユニバといえば何。何ですかね。あ、後でじゃあ作って貼っときます。
待っててください。だからまた明日どんな感じなんだか見せるので、はい。これほんま取れるな。どうしたら取れんの。はい、もうピーちまったやね、お願いしますって。やばい、ちょっと待って、あのほんま下手くそすぎてさ、びっくりすんねんけど。えなんごめんなさい、ほんま申し訳ない。えやばいねんけどえこれでも頑張って書いたんですよ、内股を表現したんです。はい、こんな感じ。じゃあここでやります。はい、チーズ。カシャカシャ、ありがとう、ありがとうございます。見てるでって優しいな、みんな優しい。じゃあ壇上見たいと思います。13ひろゆきさん、ありがとうございます。12たくさん、ありがとうございます。11ちゃんしもさん、ありがとうございます。10位まさやかさん、ありがとうございます。9位ジョエルさん、ありがとうございます。8位鉄メガネさん、ありがとうございます。7位大見さん、ありがとうございます。6位日高浩二さん、ありがとうございます。5位まぼさん、ありがとうございます。4位コスモライトさん、ありがとうございます。3位サンキュー PM さん、ありがとうございます。2位コリさん、ありがとうございます。そして1位はダラ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 ロロロラン、まふみさんでした。ありがとうございました。皆さん、ここのハートが白い方は次ね、ポーンって押してアミの好きなピンクにしてください。ほらね。であとね、ツイッターと TikTok もまだフォローしてない方はぜひフォローしてください。今週はね、木曜日も公演なので、よかったら遊びに来てください。ということで終わりたいと思います。せーの、まふみさん、ありがとうございました。じゃあお仕事とか頑張ってください。アミも頑張ってきます。またね。じゃあまた明日会いましょうね。ありがとうございました。バイバーイ。